当に起きれました。おはようございます。ちょっとメイクも何もしてないのでマスクで失礼します。おはよう、おめでとう、ありがとうございます。え、めっちゃ白く見える。そう、そのいつものライトなんですけどね、何も変えてない。ありがとうございます。すっきりした朝ですか？なんか寝坊しないかが心配で割とスッと起きました。なんか用事がない日で、例えばなんか健康的な生活を送りたいから今日は10時に起きようとか9時に起きようとかすると本当に起きれないけど、なんかもう遅刻しちゃいけないとか、あんまり時間ないからギリギリにさ目覚ましセットしてるから、そうスッて起きた。やっぱね、人はあれなんですね、迫られるとねちゃんと起きれるんですね。あと、ありがとうございます。昨日は夜更かししたので、ね、私も夜更かししたくて知ってたわけじゃないんですけど、なんかなかなか眠れなくて昨日。そうね、昨日さそのショールーム終わってからあの夜ご飯食べてお風呂入ってってしてたんですけど、なんか、あ、実験さんおはよう、おはよう、ハートありがとうございます。それでなんかお風呂の中でね、こう湯船、私すごい浸かる人なんですけど、湯船浸かっててなんかわー眠くなってきたと思って、で湯船でこう一回目つぶっちゃったんですよ。そしたら起きたら15分経っててびっくりしちゃった。なんかもう一瞬で15分出したの、目をつむって開けたら15分ね、もう一瞬で溺れたんかなと思って怖かった。うん、でも生きてますよね、私生きてるよね。うん、こう小槌だっけ、ありがとうございます。今日は長い回の様子、でも今はそんな寒くないから多分大丈夫。あ、今日のパジャマはファンの方にいただいたパジャマを使ってます。ちょっと髪の毛まだもうしてないから操作なんだけど、これねすごくあったかいんですよ。なんかいつも結構私薄手のものとか着てたので、これ着たら着る毛布とか何上着系のものを着なくても全然大丈夫。あったかい、すごい。もうめちゃめちゃ使ってますよ。同じ誕生日、嬉しい。そう、見た目からしてあったかそうでしょ。高い。コンビニはちょっと行けないかな時間ありがとうございます。おはよう。かわいい、ありがとうございます。
今日上手に耳キサイ振ってない友達いるからよろしくね。嬉しい。わー、絶対上手ですね。了解です。絶対見つけます。本当だ、水色だからあと黄色です。今日は15分配信です。ちょっともうね、お時間がないんですよ。ギリギリまで寝ちゃったので、テロップが出たらすぐにランキング読んで終わりにいきたいと思います。ちょっと明日は長めにやりたいなって思ってますので、ちょっとお許しください。サージン入れた？同じじゃん。私もサージン入れたの。やばいよね。今日はゼロポジまでには帰りたい。ぜひぜひ。皆さん、どうでしたか？こういうチフラグ、ひきねさん、おはよう、おはよう。明日の配信はね、でもお昼でも夜でもできるのか。夜かな、でも夜にすると思います。ちょっとまだ時間はあんま決めてない。うん、でも夕方いるのもありですね。どうしよう、ちょっとまた考えます。待って、壁紙が鬼滅っぽい。確かに。そっか、明日はミキちゃんのサイン会があるんだ。新曲ノリノリ楽しい曲ですね。結構何アップテンポって感じですよね。ザッザフラー。そう、英語がたくさん、たくさん英語が出てくる。コトチありがとうございます。まだ聞けてない。じゃあぜひ聞いてください。まだ聞けるのかな。名古屋は今日も寒いんですね。昨日本当に寒くて、寒いのにマフラー忘れて、やばかった。ミキツーショット了解です。今日の公演のために早寝したから新曲聴いてない。そういうことですね。私より偉いですね。出る人は全然遅くに寝ちゃった。気をつけて来てください。マイナス？本当に？マイナスって雪降りますよね。マイナスって雪降らないのかな。やだ。もう防寒対策バッチリしてこ。
ケンさんおはようございます。マイナスだから食べらないんだ。おはよう。手袋ね、やっぱした方がいいよね。なんかすぐに携帯触りたいから手袋してないんですけど、手袋しなきゃな。雨だと降るってことですか？そういうこと？ありがとうございます。スマホ対応の手袋買おうかな。今日はマフラー忘れてね。忘れないようにする。どこマフラー、あれマフラーない、あそこか。末端冷え性だから手袋しすぎ。私ね、末端冷え性ではないのかな、足だけなんですよね、めちゃめちゃ冷え性なのは。だから手袋はね割としてないんだけど、寒くなってきた。ねえ、マスクって結構大事ですよね、あの寒さ対策で。私も高1の時とかも、あの寒さ対策で冬にマスクしてた気がする。寒いから。そう、よいしょ。おはようあ、寝るときのマスクあるよね。でもやっぱりさ、歌ったり歌うからさ、そういうのに寝るときもマスクした方が乾燥しないからいいのかな。あ、真夏は確かに暑いね、本当に。私たちもやっぱり踊るときも感染予防としてマスクをしたりしてるので、それも結構大変かも。うん、息がねできる場所が少ないから、だからもう息苦しくなっちゃう。けどなんかマスクして運動すると余計何だっけ、代謝が上がる、なんだっけ、なんかいいんですよね。なんだろう、その運動のあれからしたら体力つくのかな、肺活量か耐えられるみたいな。あ、279日ありがとうございます。パチパチありがとうございます。あ、バラありがとうございます。ボクさんがいるやつなの、わお。
では今日も今日の2回公演も頑張ります。はい、じゃあランキング読んで終わりにしたいと思います。じゃあ見ます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ちょっと短かったんですけど、今日も一日頑張りたいと思います。外公演頑張ります。ぜひ見て来てくださる方は気をつけて来てください。お待ちしてます。 DMM でも皆さんぜひ見てください。お願いします。今日は見てほしい。では皆さんまた DMM でお会いしましょうバイバーイ。頑張ります。ありがとうございました。バイバーイ。頑張るね。バイバーイ。